点酒杯可以淋湿袜子及玻璃鞋。鞋子可穿脱，袜子可撕破，点画面左下书包位置可以开启或关闭云雾。点右边马车灯开启胶卷底片，选择底片可切换对应姿势，姿势共六种，以下依序展示。指揮官、もうすぐ花火の時間ですよ。お仕事も日課の鍛錬も一緒に花火を見てからこなしましょうか。乗り心地は今一つ？服以外をこしらえるのは初めてだからか、やはり資料が足りないところが。このまま遠那須の馬車で指揮官をさらって渡らせと二人きりで花火を楽しむのはわがままですよね。天女様が渡らせに施した魔法が何か当ててみませんか？指揮官がどこにいても絶対に見つけられると。冗談ですよ。少し顔が赤くなっているですか？多分これのせいで少しほろ酔いな気分になっています。指揮官、少し肩をお借りしてもいいでしょうか？星空の下で一緒に踊りたいですか？はい、私の手を取ってください。見られてしまいますから。この冠もお洋服に合わせてこしらえたものですよ。まだお仕事ですか？息抜きの時間だというのに。仕方ありません。私にも手伝わせてください。すべてこなしてからまた楽しんでまいりましょう。これでお仕事が終わりましたね。それでは思いっきり花火を楽しんでまいりましょう。指揮官宛てのお手紙です。舞踏会の招待状でしたら。引き続き私がお相手を務めさせていただいてもよろしいでしょうか？舞踏が武芸の鍛錬より楽というわけではありませんし、指揮官もさっきので疲れましたよね。遠那須の馬車に乗ってお休みになってください。指揮官、委託組から予備の花火も運ばれてきましたよ。